ひえー、ん、おばあちゃん、何かあったみたいです。おばあさまのところへ急ぎましょう。一日乗車券の有効期限が切れてしまった。電車に乗るときは乗車券を買い直そう。あ、そうか、そうですね、一日経ってしまいましたね。細かいな、設定が。おばあちゃんどうした？あ、なんか散らかっている。おばあちゃんどうしたの？ああ、ふみ、あんたのおまんじゅうが。おまんじゅう？おまんじゅうがどうかしたの？あ、俺が買ってきた元祖のおまんじゅう。あ、まんじゅうがでかくなってる。でかっ！うわ、なにこれ？おまんじゅうがばっかでかくなった。ひえー、またばっかでかくなりおった。あの噂は本当だったんだね。噂って？近頃この村中でカモチャやポストやないろんなもんがばっかでかくなっとるんよ。ジュルリ、俺っちこんな大きなおまんじゅうにかぶりつくのがずっと夢だったにゃん。いただくにゃん。あ、宙に浮いた。にゃにゃ。なんとおまんじゅうがお庭の方へふわふわと飛んでいっちゃいましたよ。待つにゃん、おまんじゅうは俺っちのものにゃん。それは違うけど、とにかくおまんじゅうを追わなきゃ。でかくなっただけでびっくりなのに飛んでいったぞ。ちょっとセーブしていくか。ついでなんで、プレイ時間はどんなもんか。6時間41分か。まだあれですね、半分もやってないって感じかな。行きましょう。外か、外。あ、宙に浮いてる。そっちじゃないって気づいて。左左。あ、おまんじゅうが蔵の中に。やはりこれはどう考えても妖怪の仕業、それ以外ないでしょう。海ちゃん気をつけて。うん。あ、この中、蔵の中入れたんだ。待っていたデブ。え、誰？60年間ずっと待ってたデフ。妖怪ウォッチを持つ者が来る、この時を。妖怪ウォッチを持つ者って私のこと？そんなことよりまんじゅう返せにゃん。あ、入れない。にゃーん。ジバニャン大丈夫？おかしいにゃん、何かにぶつかったにゃん。ふみちゃん、妖怪ウォッチで調べてみましょう。60年間も待ってたのか、ずいぶん待ったな。あ、いた、デカニャン。お前どうやって入ったんだ、この中に。うわ、でっか、でか。どうやって入ったんだよ。出られないじゃん、これ。何これ。バフフ、バフ、くすぐったいでふ。ちょっとあれを見てください。にゃんじゃこりゃ、ばっかでか。どうやらばっかでかい妖怪が蔵にパンパンに詰まっているようで、ウィス。そうでふ、悪いだけど、引っ張り出してもらえないでふか、無理でしょう。え？ここはやらねばならないでしょうね。話が先に進まなそうですから。行くよ、せーの。あ、蔵が壊れる。うわ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 。お、デカニャン、デカニャン、デカニャン、助けてくれてありがとうデフ。でもそれはそれ、
さあ、妖怪ウォッチを持つ者よ。まずはその力を試させてもらうでふう。あ、いきなり戦うのか、もしかして。おい、ちょっと待って待って。しかもボス戦だぞ、これ。強そうだな。戦うか。行くぞ、魔王獅子。ブリッジ。海岸獅子抜刀。あ、弱いよ、もう半分も削っちゃってる。満を持す。なんだろうな、この妖怪ウォッチ2のね、あのボスがすごく弱いんですけど、もうちょっと強くてもいいんじゃないかな。にゃおいっす。弱い弱い。倒しちゃった。なんだかな、これは。経験値55、お金86円、ボロボロの鈴。なんだそりゃ。バフー、参ったでふー。はて、あれは何でしょう。線みたいなものも見えますが。ははん、さてはでっかいまんじゅうをここに隠してるにゃんね。にゃん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 、ジバニャン。あ、冬にゃんじゃん、これは。お前誰にゃん。俺は冬にゃん。俺は冬にゃん。かっこよくなった。あ、そうだったんだ。さっきは騒がせてすまなかった。冬にゃんの冬は幽霊の冬みたいですね。そんなのわかるでしょ、普通。浮遊霊って？浮遊霊とは死んではあの世に行けず、この世をさまよう霊のこと。そのため決して止まることはできず、24時間365日ふわふわ状態だそうです。もしかしてさっきのデカニャンが浮遊ニャンだったの？ああ、俺は長い間ずっと君のような人間を探していたんだ。え？だが条件を満たすものはなかなか見つからず、1週間1ヶ月1年、そして気がつけばどんどん容器が体に溜まって大きくなり、いつの間にか60年が過ぎデカニャンになっていたんだ。それどういう仕組み？俺はここに詰まって動けなくなったが、霊体として外に出て遠く離れた桜ニュータウンでついに君と出会ったんだ。じゃあさっきのまんじゅうはここに私を呼ぼうとして？うんにゃ、あれはただ食べたかっただけだ。ずこー。母、体がでかいもんだからでっかくして食べたかったんだ。でも冬にゃん、どうして私を探していたの？そうそう、そうだよ。ねえ、それは文明を、君と深い関係のある俺の友達を助けるためだ。文明？どういうこと、その友達って？その友達というのは？まんじゅうを食べた後で詳しく説明しよう。お腹空いてたんだね。ずこう。そうか、デカニャンが冬にゃんだったんだ。あ、セーブができる。はい、じゃあちょっとキリがいいのでここで一旦終わりたいなと思います。